ハップル宇宙望遠鏡が撮影したいて、ザワイショウ銀河ワイショウ銀河は数十億個以下の構成からなる小さな銀河である。我々の銀河系には2000億から4000億個の星が含まれているが、ワイショウ銀河の規模はこの約1、100以下であり、特に小規模なワイショウダイン銀河は球状星団と区別できないほどである。 銀河系の共銀河の一つである大マゼラン雲には300億個以上の星があるが、矮小銀河に分類される場合もある。我々の銀河系が属する局所銀河群には、たくさんの矮小銀河が存在する。これらの小さな銀河は、銀河系やアンドロメダ銀河、三角座銀河など、より大きな銀河の周りを周回していることが多い。 銀河系の周囲には12個の矮小銀河が周回していることが知られている。星の数が少なく絶対等級も暗いため、局所銀河群に属するもの以外はわずかしか知られていないが、宇宙全体にわたって多数存在し、多くは大型の銀河の周囲を回っているものと考えられる。矮小銀河の大部分は生還物質をほとんど持っておらず、主として、 種族2の星で構成されている。矮小銀河は質量が小さく重力も弱いため誕生の際に起こったスターバーストにより生還物質が加熱されて銀河外へ拡散してしまったためと推測される。矮小大円銀河、矮小不規則銀河、青色コンパクト銀河に大別される。この3タイプ以外では矮小大円体銀河や矮小 s ス銀河がある。 ありがとうございます。